はい、皆さん、おやっとさーです。おやっとさーっていうのはですね、鹿児島弁でお疲れ様ですっていう意味です。じゃあ今日も鹿児島弁バリバリでやっていきたいと思います。今日はですね、雇用調整助成金、この非常にめんどくさい、いろいろごちゃごちゃした助成金なんですけれども、これがですね、6月12日の時点でですね、最新の改定っていうことでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まずはじめにです、この動画っていうのは6月12日にですね、第2次補正予算案で成立した雇用調整助成金の変更内容っていうのについて説明しています。例えばですね、会社を通さないで国から直接休業保障っていうのを受けたいっていう方ですね、会社がこう雇用調整助成金出してくれないっていう方々っていうのは、こうやった、休業者直接給付金っていう制度も出てます。この制度を説明した動画もありますので、ぜひご覧ください。で、他のですね、コロナ関係給付金の動画っていうのもありますので、このチャンネルの中にですね、気になる方っていうのは、ここら辺、ぜひ見てみられてください。雇用調整助成金がですね、非常に使いやすくなってますので、ぜひ最後までご覧になってください。そしてですね、これちょっとお願いしたいです。周りにですね、知らない方いらっしゃいましたら、ぜひ伝えてあげてください。このですね、情報を知ってるだけで助かるっていう方も非常に多いと思います。だからですね、周りにもし知らないっていう方がいらっしゃったら伝えてあげてください。で、この制度の他にもどんどん新しい経済支援っていうのは出てくると思います。その情報が入り次第、今後も動画にまとめて配信していきますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあこの動画でわかることですね。6月12日に第二次補正予算案が成立した、雇用調整助成金の変更内容っていうところでやっていきたいと思います。こちらですね、6月12日の NHK の狙ってます。今回はですね、新しく変更された内容っていうのを、この厚生労働省が出したガイドブックっていうのがあるんですが、これを元に説明していきたいと思います。こちらですね、これがガイドブックってなってて、一番下の方に令和2年6月12日現在っていう風な感じになってますので、これを元にやっていきたいと思います。このガイドブックはですね、動画のですね、説明欄に URL を貼っておきます。この説明欄、もしくは概要欄とも呼ぶんですけれども、これの見方っていうのは、こういった YouTube のですね、画面のこの一番右の下のところに、こういったちっちゃな三角があるんですね。この部分をタップすると、これが見れるようになってますんで、見方がわからないよっていう方は、こちらの三角のところをタップしてくださいね。この雇用調整助成金なんですけれども、3月から幾度となく、変更だったり緩和を重ねてきた結果ですね、非常に複雑で分かりにくいっていうのが一つと、やっぱり結局全額でないっていうのでですね、会社側にですね、すごく負担が大きいっていうのが、そういう問題点でですね、そういう意見が多くて、助成金の申請率っていうのも悪かったんですね。こういった声を踏まえて、6月12日時点の最新の変更っていうのはどうなったのか、結論から先に言います。非常に分かりやすく使える助成金になりましたっていうところです。ただですね、ちょっと欲を言わせてもらえば、もっと早くにですね、この内容変更っていうのをしてくれれば、今よりですね、たくさんの方々がですね、もうちょっとこう助かったとか楽になったと思うんですけれども、そこはしょうがないですね。ではですね、その中身っていうのがどういうふうに変更されたのかっていうのをやっていきたいと思います。大きな変更点について解説していきたいと思います。まず金融対応期間の延長ですね。今までこの助成金の申請っていうのは4月の1日から6月の30日までっていうふうにされてました。これが変更後に4月の1日から9月の30日まで3ヶ月間延長されたっていうことになります。こちらが画像になってますね。3ヶ月間延長されましたっていうところです。そして1日あたりの上限金額が増えました。今までっていうのはもう1日8330円まででした。それが変更後は1日1万5000円までっていうふうにかなり上限額が上がったんですね。で、それで22日計算をした結果、月額で33万円が条件というふうにされています。非常にこの上限額が上がったっていうのは助かると思います。
でですね、会社の規模など関係なく、すべて一律で1万5000円が上限になったっていうところも非常に助かると思います。今までですね、会社の規模で、ちょっと計算が違ってたりとか上限額が違ってたんですけれども、一律っていう形になりました。で、緊急雇用安定助成金っていうの、これはですね、簡単に説明すると、雇用保険に入ってない方、臨時で雇った方だったりとか、短期のアルバイトの方、パートさん、そういう方々にも、雇用調整助成金から緊急雇用安定助成金っていうふうに名前を変えて支払いますよっていうことです。まあ、そして、上限額も一緒の同じく1万5000円が上限っていう形になります。そしてこの中小企業の助成率を上げる、これは中小企業なんですけれども、今までですね 90% とか 94% だったりとか、非常にすごくややこしかったんですね。これをですね、もう中小企業の助成率 100% にしますっていうことになりました。これですね、10分の10っていうところですね。これ非常にこれも助かりますね。そしてこれもすごいです。遡って支払われるっていうところです。今までですね、上限額っていうのが8330円だったんでしたよね。それをですね、今までに申請した人だったりとか、もうすでに支給された人っていうのは、もう事業主が損をするんじゃないかっていうふうな感じで思いますよね。で、ただですね、それをすでに受給とか申請した方々にも遡って差額を支払われるっていうことになってます。これも非常にありがたいですね。さらにそれに関しては手続きは一切不要です。つまり皆さんは何もしなくても、上限額の上がった差額分っていうのは待ってるだけで勝手に支払われるっていうところになってます。それでさらになんですけれども、すでに支給している事業者で、6割の給与っていうのを払ってたんだけれども、100% 支給される、今回 100% 支給されるのであれば、今までの遡って 100% 給与を上げたいよっていう方もいらっしゃると思うんですね。ちょっと分かりにくいと思うので例としていきますね。例えば通常20万円の給料だったとします。それを4月コロナウイルスの関係で営業ができずに一定期間従業員の方に休んでもらいましたと。その休んでもらった従業員に6割の給料、12万円ですよね、20万円の6割を支払っていたっていうことになります。これは6割っていうのが雇用調整助成金の対象だからですね、6割からっていうのが。で、これがですね、100% 支給されるっていうことに今回なったので、この4月の給料を遡ってあと8万、通常の20万円まで戻して支払いたい、追加で支払った場合にどうなるのかっていうことです。こういったことは全てこういった場合も支給されるっていうことになってます。ただしですね、この追加支給の場合は手続きが必要になりますっていうところです。こちらですね、この上の方に書いてます。支給申請がお済みの事業者の方で、過去の休業手当を見直し増額し、従業員に対し追加で休業手当の増額分を支給した事業主の方っていうふうに書いてますね。手続きが必要と。これはですね、手続きが必要、このリンク先、これも動画の説明欄の方に貼ってますんで、ぜひそうやってね、増額してあげたいっていう方は見られてください。で、この差額の入金っていうのは7月以降に順次支払うますよっていうところになってます。これですね、7月以降しばらくお待ちくださいっていうところ。はい、これまでですね、今までのこの状態っていうの、これを前以前と比べてみますね。以前と比較してみます。今までっていうのは、3月1日から3月31日っていうのは上限額っていうのは8330円で、4月1日から6月30日っていうのも上限額は8330円で、受給率っていうのが 90% とか 94%。 これは結局上限額っていうのは変わらなくて、この上限額は変わらなくて、受給率がまあ少し上がった程度だったわけですね。で、6月30日っていうのが申し申請の期限でしたっていうことでした。で、これが変更後、どうなったのか、これが
3月1日から3月31日は一緒なんですけれども、まずこの7月1日から9月30日っていうのに変更された。そして上限額が8330円から1万5000円っていうのに上がった。そしてこの受給率っていうのが 100% に上がった、中小企業の場合ですねっていうことです。これが9月30日が申請時期限っていう形になった。で今までの受給額を、そして今までの受給額を受けた方々も変更額の受給額で計算して対応しますので待っててくださいっていうことですね。この3月分の上限に関してなんですけれども、この緊急対応期間っていうのが4月1日からっていう風な感じになってますので、3月の場合はちょっと残念ながら上限が8330円っていう風な形になりますっていうところです。ではですね、この支給対象者の条件っていうところをざっとやっていきたいと思います。もうこの雇用調整助成金はですね、結構前から話題になっているので皆さん内容の方は知ってると思いますので、もう本当にざっと流す程度にやっていきます。売上対象者についてですね、まず売上等の減少です。コロナウイルスの影響で売上が前年の同月と比べて 5% 以上減っているっていうことがまず条件ですね。で、雇用保険適用事業主が条件です。最低でも1人以上この雇用保険で、雇用しててくださいっていうのが条件ですね。であと労働者を休業させているっていうのが条件です。で、休ませていることで、これはですね、短時間休業でも構わないっていうふうにされていますね。この短時間休業っていうのも大丈夫ってことです。であと休業手当を6割以上支給していることっていうのが大事ですね。で、助成額についてですね、助成額の計算方法っていうのはこちらになっています。解雇等を行わず雇用維持を行う場合っていうのが、中小企業がさっき言った10分の 10%、 そして大企業っていうのが4分の3というふうな形になってます。での計算方法とかをですね、気になる方はですね、チェックしてみてくださいね。でこれが追加支給の先ほどのところですね。で申請の手続きの流れですね。これはですね、5月の19日の、から計画書っていうのをですね、提出っていうのが不要になりました。あと申請に必要な書類の一覧、こういうふうな形になってます。Q&A もしくは窓口ですね。これはもう労働局とまたはハローワークっていう形になってます。こちらにですね、問い合わせなどはされてみてください。今回使った資料っていうのはすべて動画のですね、説明欄の方に URL を貼っておきます。非常にですね、使いやすくなったこの雇用調整助成金、非常にいい改定だったと思います。では最後にですね、普段このチャンネルでは私たち日本人がなぜか義務教育で受けることができないお金に関する知識を配信しています。今回ですね、動画が少しでもためになったよっていう方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。共にこのね、コロナの不況を乗り越えていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。